おはようございます。お疲れ様です。マッハスピード放送局の方ならしです。お願いします。なんでしょうね。ナジュマルが解散したな。そうですね。一番付き合いあった後輩かもしれないからね。そうだな。ナジュマル。お笑い芸人ですよ。ナジュマルという。ナジュマルというお笑いコンビが。解散したんですね。再企画ですけど、今はもともとね、オフィス北野で。オフィス北野の後輩で、一緒でしたね。なんなら、マッハさんがいるからなんて言って、オフィス北野に、確かに。入ってきてくれた後輩で、まあ、仲良くしててね。そうだね。小林とかな。まあ、どっちかって言うとやっぱ小林の方が仲弱いかな。まあな、うん、今は結婚したからな、それどころじゃなくて、そうそうそう、とはいえね、まあ、とはいえですよ、何があったんだな。いや、特に小林なんつうのはもう単独ライブの旅企画の旅にね付き合ってもらってたからね、いや、なんだかな、何がどうなって解散したんだろうな。なんとかあの水曜日のダウンタウンのあの企画には間に合わなかったんだよね。そうですね、あれで本当に解散になっちゃったパターンとしてね。ただ解散して どうせだったらね、ただ解散したじゃねえか。すごいコンビだったんですよ。そうですよ、アメトークのパクリ台湾グランプリっていう大人気企画があったんですけども、みんな出たいやつだからね。みんな出たいやつに2年連続出たんですから。そう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 、すごいことですよ。実はね、結構そうね、お店北の所属した時は喜んでたのも見たし、なんかその時所属したシルキーラインが始まる昨日のカレーを温めてで旅行とか行く、旅行行くんですよつって、あそこから頑張るんですよね、同期の3組みたいのでね。何があったんだ。なんでこんなことになったんだって。今やシルキーラインも解散しちゃってね、まあカレーは続けてますけど、悲しいよ。ねえ、スミマンが、なんかやっぱ焼き芋、焼き芋屋さん始めてから歯車がなんかおかしいな。いや、そんな知らんよ。それは大きく見たらあるかもね。コンビだから、それは。どうしても。いや、年表を試しに作ってごらん、頭の中で。ガジュマル年表。ガジュマル、だから、コンビ結成。コンビ結成。元気なスーミーマンのギャグ、ギュインで、ギュイン。エムソンズで。下北沢、フリーライブエムソンズで。先輩に好かれる。二人ともね、好かれるような感じだ。マスピードごときに出会う。出会う。オフィス北のネタ見せに来る。ネタ見せに。母さん、目指します。事務所でも、面白いじゃないかって言われる。で、こう、そう、事務所でも、評価を得て、満場一致で、所属。そうですよ。3組自身決定する。公開審査会っていうのがあったんだから。アメトーク出演、もうそこからテレビというテレビ、アメトーク出演、出演ドビューン、2回連続出演、ビューン、YouTube で穴行きのなんかケツ叩くやつみたいので、代表ネタでね、ケツを叩く太鼓ネタがバズる、ビュンビュン、当時として70万再生ぐらいいった。 M1 とかも準々決勝ぐらいもいったからね。俺らと一緒、そうだよ、覚えてる。俺らが3回戦でした時、準々まで行け、ビャーン、すごいね、準々決勝って行けないからな。
あそれ、人生もつぐみ今、うん、結婚する、はい、ビューン子供できるビューンビューンビューン奥さん綺麗綺麗ビューン、すんコバコバコバは、30歳で童貞を、うん、なんと彼女ができて捨てることが叶うビューン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 、マシュバラっていう、それ入る、まあ入るだろうな。ネットかあれ、ネットテレビの MC 決定、ビャンビャンビャン。誘うたびにマシュバラで断られた。マシュバラで断られる。ビャン。すいません。切ってるよ。その人はマシュバ、その日はマシュバラが。ビャンビャンビャン。何度言われたことか。ところが昨年。変なナレーションやめろ。コロナ禍になった頃、スーミーマンの。ボスがおかしくなる。ツボ、怪しくないツボを買い始め、怪しいツボを買い始め。これで芋を焼くんですよ。なあ、そこだけ切り取ったら、ツボ100万で買ったって聞いたら、もうあかんやろって思ったけど。焼き芋とは違うんです。ツボ焼きなので、甘くふっくらとねっちょり焼くためにね、ねっちょり仕上がるんです。時間を割かれ。見出しだけ聞くとね。K の自動車を買う。K のスーミーマン。知り合いから4万円で K の自動車を買う。そこは。それで、壺を持ち運び。うん、まあでも必要な、必要な壺になっていいよね。月10日ぐらい、うん、焼き芋屋さんになる。なる。いやでも始めた頃は。解散。始めた頃は、なんか、おーってみんな食いついてさ、会いに行ったりしたじゃん。そうなんだよね。テレビとかで出たらしいから。あ、そうなんだ、ほら。うん、すごいじゃん。焼き芋始めた瞬間。そう、もう。むしろ、それでダメってことじゃないでしょ？もう。そう、ただそれ冬だったから。冬だったから、うん。まあ、すごい調子良かったと。うれるって。夏がダメ。びっくりだ。ダメだったと。盲点でした、ね、夏になってびっくりしたと、うん、焼き芋の需要のなさに冬の食べ物なんすよ、ね、そうで解散焼き芋がオールいけたらな季節3人組になろうって言い出すっていう時期があってたからね。もうそれは本当の手前の時期だね。だからも焼き芋やり始めてからだから全て一時期ね一人入れてちょっとやってたらしいよねまあまあまあ確かに焼き芋は焼き芋は何かの引き金にはなってるかもね。まあまあまあ難しいですから、ね、難しいですね。ただまあ二組とも続けるってことだけど、やめるってわけじゃないんでしょ。笑いもことぶき、笑いもことぶきをね、ぜひよろしくお願いします。熱くなっても、はい。